はい、こんにちは、ムツくんです。今日はですね、またね、伊勢中川の駅に来てるんですけど、なんかね、なんかいつもと光景がちょっと違うんですよね。はい、なんか今ね、今日はちょっとね、特別に時間が早いんですよね。はい、まだね、7時45分回ったところのような感じでね、こう周り結構まだ小学生とか歩いてますからね。はい、あそこ通学中かな。はい、そんな感じでね、ちょっとね、今日は時間が早いです。はい、ということでね、今から近鉄の駅行こうと思います。はい、で、どこ行こうかなと迷ったんですけど、まあちょっとね、南大阪線の特急が止まる駅、まだね、ちょっと一つだけ紹介で、一回ね、あの乗り換えかなんかでは、行ったんですけど、まあ南大阪線、支線がつながる駅ね、特急停車駅行ってみたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。よろしくお願いします。ということで、今日はね、時間が早いんでね、7時54分発の大阪難波行き特急、これ乗って行きます。学生さんいっぱいだ。前から4号車、3号車、2号車、1号車の順で、一番後ろが1号車で、座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にはない。橿原線乗ります。いつも近鉄電車をご利用いただきありがとうございます。はい、ということで乗り換えていきましょう。乗り換えていきますよ、南大阪線。古市行き普通っていうのがありますね。はい、これに乗っていきますか。古市行き普通、ちょうど桜ライナーが止まってるじゃないですか。
さあということで到着しました。釈度駅になります。隣がいわき、そして反対側が高田市と近鉄新城の駅ということで、近鉄新城は五瀬線になりますね。はい、ということで五瀬線との乗り換え駅なんですけど、今ちょうどいいところに、これ取りにくいなここ。2番乗り場に五瀬行きが2両編成で参ります。危険ですから黄色の展示ブロックまでお下がりください。この電車は五瀬などの各駅に止まります。はい、ということで五瀬行きがね、五瀬線ということで来てますね。駅自体はね、2面4線の駅になってます。でまあ基本こう五瀬線が使うようにはなってると思うんですけど、ここに留置線があります。特急停車駅でもあるんでね。あ、五瀬行きが出発しましたね。だここでまたいで五瀬線に入りますね。ここかな。あ、いいっすね。椅子はまあ最新鋭のグリーンですね。グリーンになっておりますね。さあそして行き先なんですけど、この入庫、これが五瀬線から来るやつでしょうね。はい、五瀬線から来るやつでしょう。待合室は誰もいない。チャンス。上がちょっと網網になってますね。ちょっと錆びてるところもありますけど、中入ってみましょう。あれはサイソン。はい、ホームページポスターなどをご確認ください。あ、ここの待合室の椅子はグリーンになっておりますね。さあ、こう柔らかい素材でね、クッションが非常に効いております。さあということで、ちょっとね五瀬方面の橿原神宮方面のところに行ってみましょう。五瀬から来ると思うんで。あ、券売機ありますね。ちゃんとこういう感じでね、券売機もあります。でもまた後でね、外も出ますけど、なんか外は何、あんまり何もなさそうなイメージがあります。なんでこうモニターもちゃんとありますね。はい、前の方に忘れ物のないよう近鉄ギャルがおられますね。運転手近鉄ギャルなんだ。
このアベノバ周期の準急、これ近鉄ギャルが運転されてますね。さあ特急が来るんですけど、これ結構珍しい光景なんですけど、出発する特急はこっちのね、対比線の方かな、こっちに入ってくるんですね。で、自発の阿部の場周期準急がこっちということでね、まあ、本線はこっちだと思うんですけど、対比線の方に特急が入ってくるという、結構これ珍しい光景だとは思うんですけどね。まあ、それ多分五瀬線の絡みなんでしょう。さっきまでここ五瀬線走ってましたし、これ面白いね。でもで順番的にはまず阿部の場周期準急がここ入ってきて、五瀬線がここ入ってきて、そして五瀬線は留置線入ってすぐ特急が来るみたいな感じですね。そういう感じになってますね。すごい結構目まぐるしいような駅になっておりますね。ということで外にも出てみたいんですけど、尺度の駅ね、まあ乗り換えがこんな感じで五瀬まで行けるということですね。でこれが佃にいます人こね小神社、万代山金勝寺もあります。すげえな。なるほど、とりあえず外出てみましょう。まあ、これもね跨線橋でね、上でつながってるということで、昔はねなんか不幸ない踏切があったみたいなんですけど、ちょっとその跡が見当たらないですね。今どこら辺にあったのか、ちょっと反対側のホームでも行ってみる？そうですね、構内踏切が昔はあった1994年やったかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、までは構内踏切でつながってたということなんで、まあね、どちらか端っこの方にあったんじゃなかろうかとは思うんですけど、まあね、ちょっと今はもう見当たらない状況になっておりますね。でちょっとね、あの上下線のホームがジグザグというか、あの阿部の橋方向はここまでなんですけど、まだね先が長いということで、これ結構ねこっちの方が取り映え良さそうな感じしますけどね。ここは何、新しく塗装されたなんか新品のところですね。いい感じです。何かちょっとしたドブがあります。そこ前川が流れてますね。はい、こんな感じですね。さあということで外出てみましょう。イエイ。ちょっと外もね何があるんだろう。なんかねな、ま、何もなさそうって言ったらあれなんですけどね、あそこにねちょっと見えるかな、椿中島はありますよ。何やってるところかさっぱりわかんないですけど、まあ一回ね外出てみましょう。
まあでもどちらかというとね、もう尺度の駅はこう観光スポットで降りるような駅じゃなくてね、まあ、特急も停車するんですけど、どちらかというと乗り換え駅っていうイメージが強いです。はい、やっぱりね、どうしても栄えてると言ったらね、この尺度より一つ隣のね、高田市駅の方が栄えてるやろうし、まあね、ちょっと尺度は乗り換え駅っていうイメージが非常に強い駅になっております。トイレは波ですね。そんなに駅前は何も、改札の出口は何もね、ファミリーマート一軒でもあったらいいのかなっていう感じがするんですけど、で無人駅なんですね、一応。駅員さんは詰めてらっしゃるのかな、こちらに。基本無人駅になっておりますね。さあ、北出口、南出口がありますが、北出口はね、本当なんかもう住宅一辺倒みたいな感じがするんで、南出口行ってみますか。北、あ、でもロータリーとかあるんだな、一応。はあ、さあとりあえずね、北出口出てきました。で踏切渡って南出口行きますか。お、なんか結構真っ赤なポストがオレンジ色じゃなくてなんか赤って感じのポストがありますね。駐輪場があるんだ。さあ、尺度案内図、葛城尺度案内図ということで、こういう感じになったんですね。すごいな、こういうことまで書いて。平成6年1月1日現在、人口1846人、595世帯と、ここまで書いてますね。平成6年って相当前ですけどね。平成6年でしょ、僕が中学校2年ぐらいの時ですよ何年前のみたいな。なんかすごいな、何これ、どうなってんの、これ車で通れるんですか。一応この下車で通れるんですね。はあ、え、ここは駐車場、ロータリー、ミニロータリーになってんの、ちょっとなんか複雑ですね。前の家の人なんで、もうすぐいいっすよね、すぐ尺度行けるやん。ちょっと尺度駅行ってくるわ、ヒュッて行けますからね。なんか複雑なロータリーですねこれ。はあ、そしてなんか神社がね、神社がありますよ、目の前に。すごいな、これは何神社っていうのかな、ちょっとあれですけど、こういうのもあります。尺度集会所、はあ、ちょっと歴史チックな建屋ですね。はあ、もう
北口の方はもうほんと入ったら民家って感じですね。ということでちょっと南の方へアクセスしたいんですけど、ほうほう、すごいな。結構交通量多いですね。さあということで踏切には入ってまいりましたが、これがね、南大阪線ですね。そしてこっちが五瀬線ということでね、ここから単線になっていってますね。ここに川がありますね。はい。で、これはなんだ？これはなんだ？この、この黒い工場みたいな建物は、なんか、お酒とか醤油とかなんか作ってそうな工場なんですけど、イメージ的にはね。すごいな。こちらにはロータリーはなさそうですね。もうほんと車が通るだけだから、お迎えとかするときはさっきの北口の方行かないといけないようなイメージなんですかね。そんな感じがしてます。お、鳩さんがたくさんおられますね。なんか餌を求めて三千里みたいなところですね。北口もね、まあ北口の方も駐輪場があるんですけど、あったんですけど、南の方にもありますね。こっちも有料なのかな。なんかこっちなんか無料で止めれそうなイメージなんですけど、気のせいですか。でも番号振ってますからね、無料じゃなすないのかな。あー、有料っぽいですね。でもなんかまだ開発する余地がありそうですね。このまたこの北口に関してはなんか開発する余地がまだまだ残されてそうですね。結構空き地がありますからね。そういう感じになっております。という感じで尺度ですね。すごいな、この景色がまたいいですね。これ金剛山かな。ちょっと桂木山多分これで見えないと思うんですけど、金剛山がねちゃんと見えますね。二条山も見えますし、光景はいいですね。景色は、はい。ということで今日は、近鉄南大阪線の釈度駅紹介しました。いかがだったでしょうか。まあ、特段ね、乗り換え駅だと思うんですけどね、あの五瀬線とかね来られ乗る場合は必ず降りる場所だと思いますのでね、そういう時にねちょっと外の光景とかも見ていただけたらいいんではないでしょうか。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。電車が結構頻繁に来るからいいね。ありがとうございました。失礼します。